Hey guys! Welcome to TGK Lights Up TV! ということで、グローブ紹介第2弾ということで、今日もですね、グローブ紹介していきたいなと思います。で、今回紹介するグローブは、こちらです。エレボスさんの前回も紹介しました、ジュノーというグローブの、ソフトグリップ。エントリーモデルになってますね、こちら。はい。つけていきたいと思います。ちょっとね、昨日のスクールで使っちゃったもんで、若干ね、若干というか、だいぶ砂っぽいんですけど、ちょっとね、それはちょっとご勘弁いただいて。はい。デザイン、かっこいいですよね。赤と黒とグレーと白かな。こう、ワシャワシャってなってて。結構ね、後ろの素材は、ここを見てもらったらわかるけど、メッシュっぽくなってて、ここはね、なんか柔らかい素材になってます。ふわふわの素材になってます。まあ、よくある素材ですよね。ウールシュポルトさんとかのグローブによく使われてるような柔らかめの素材です。よいしょ。この前右手つけたけん、今回は左手つけよう。はい、こんな感じでつけてみた。これは6号です。6号です。まあ7号でもよかったかなっていう感じはします。ちょっと指のところが、だいぶ当たってるので、私7号でもよかったかなっていう感じはしますが、6号今回買ってみました。はい。こんな感じですね。バンドは見てもらったらわかる通りに、シングルラップです。前回の紹介したジュノーとはちょっと違います。で、ここ、わかりますかね。どう見せたらいい？こう見せたらわかります？ジュノーって書いてある感じですね。はい。で、ここにはエレボスって書いてます。はい。で、このグローブ、ジュノー、前回紹介したジュノーの、まあ、1個、ランクが下のグローブ、パームが1個落ちてるソフトグリップ、ソフトグリップの、グローブになってます。で、これもね、トップモデルと同様、ネガティブになってます。で、指の横のところはメッシュ素材になってるので、比較的こう通気性はいいような、グローブだと思います。で、私これすごい感動したのが、中山さんと同じこと言うようですごい申し訳ないんですけど、親指なんですよ。親指。これね、親指って大体皆さん余りません？ここの横のこの部分とか。結構親指ってガバガバなってるイメージだと思うんですけど、このグローブめちゃ親指細いんですよ。わかります？この普通のこの指と同じぐらいの太さで作ってあるような感じなんで、親指のフィット感半端ないっていう、こうここの指からこのここにかけてのここのフィット感がすごい。結構キャッチの時って親指大事じゃないですか。こう構えててシュッてこうキャッチした時、ここに衝撃って大体来て、親指とかよく言われるのは、親指って人差し指小指にこう力入れてキャッチしなさいねっていう風なこと言われると思うんですけど、ここのフィット感がもう最強。マジですごい。これはね、本当に中山さんの真似するわけではないけども、親指に今回は本当に感動した。なんなら付けはな外し、これ前回紹介したエレボスさんのグローブだと、こう結構タイトめな作りになって、トップモデルなんでタイトめな作りになってるから、まあ強いて難点を言うと、付け外しがこうねしづらい、着脱がしづらいっていうことを挙げさせてもらったんですけど、これに関してはそこまでね、しっかりフィットはするんです、フィットはするんですけど、そこまでタイトめな作りじゃないので、汗かいた手でもある程度ね、すぐスパッとつけることできます。ちなみに、ね、なんかシリコンついてないですけど、まあそこまで中ずれする感じはないですね。もう普通のグローブって感じ。普通のグローブにも親指のフィット最強、デザイン超かっこいい、そんな感じのグローブになってます。で、スーパーソフトグリップだから、正直前回ね紹介したよジュノーのトップモデルよりは、もちろんグリップはね落ちます。多分これ私、まあ、今グローブ自体がね砂で汚れてるっていうのもあるので、ワンハンドキャッチはおそらく、ワンハンドキャッチは全然できないんですけど、
一回ねキャンプでデモンストレーションを見せたんですよ。見本を見せた時に結構中学生のこうボールバッて蹴ったボールをバシッて割と取れたんですよ。びっくりして結構あ強いボール来たから取りこぼすかなと思ったんですけど、結構このグローブの力だけではないかもしれないんですけど、ガシッとこうキャッチすることができて、こうボール掴んだ時に結構ねストップした感じ、こうなんて言うんだろう、こうキュッと止まった感じがしたので、あこのグローブすごいキャッチしやすいっていう風に思いました。なので金額もね比較的にそんなに高くないグローブになってるので、練習用だったりとか、あとは小学生試合用とかで全然使ってもらえると思うので、このグローブはね結構おすすめです。もうだいぶね使ってるのでピキピキは来てますねよく言うピキピキ、でもピキピキ来るもんなんで、グローブなんて消耗品なんで所詮ね。はい、こんな感じですけども、でまあ黒だから、まあ今ねパッと見てあんま分かりづらいと思うんですけど、汚れが目立たない、これがねもう黒パームの最大にいいところだと思います。はい、なんで人工芝とかでね使ってもらうと、前回紹介した白パームだとこうね人工芝のあの黒いゴムチップの色がペッてついたりとかするんですけど、黒パームだったらそんなの心配しなくて大丈夫です。汚れとか心配しなくて、ある程度ね洗う必要あると思いますけど、こんな感じでかっこよく使ってもらえるので、しまった T シャツの色かぶったなかぶってるな、まあしょうがない。はい、こんな感じで、かっこいいモデルになってますので、ぜひぜひね、小学生の試合用、もしくはまあ中高生大人の練習用とかでも全然使ってもらえると思いますし、私全然これ試合で使いたいっていうぐらいのグローブになってます。はい、なのでぜひぜひ気になった方はねチェックしてみてください。はい、グローブね、もしなんか気になった、こういうグローブ気になってるよっていうのがあれば、私がね紹介してるこのグローブ気になるよっていう方は、概要欄にあります公式の LINE の方にですねご連絡いただければ、もしかしたらお得な情報をお渡しできるかもしれません。気になった方はぜひぜひお問い合わせください。ということで、今回の動画はここまでになります。このチャンネル、この動画いいよ、このグローブかっこいいよ思ってくれた方はチャンネル登録といいねお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。See ya!